ではリキトさんから一言皆様への御礼のご挨拶でございます。こんばんは。今日私の断髪式を開いていただきまして、本当にありがとうございます。また、お集まりいただいた方々本当に感謝しています。相撲人生、今日で終わりましたが、まだまだ人生は長いので、これからも皆様とのつながりを大切にして、相撲で学んだことを今度の社会でも活かせるように頑張ってまいりたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。素晴らしいご挨拶でございました。そんなリキトさん第二の人生に、の花を向けといたしまして、東京講演会よりご祝儀の贈呈でございます。会長どうぞよろしくお願いいたします。